お前、今日も弁当なのか？休憩時間、自分のデスクで弁当を食べている俺を背後から覗き込み、部長はそう言った。部長は鼻で笑いながら続ける。外食もできないなんて貧乏なんだな。その言葉に頭に来たが、反論する間もなく、部長は財布を持って出て行った。俺の名前は山田。もうすぐ定年になる60歳の会社員だ。2年前にこの会社に来て課長職に就いている。俺が来た当初はやる気のない社員が多かった。その原因が何なのかはわからなかったが、しばらくするとそれが部長のせいだと判明する。部長の中西は俺より3つ年下の57歳。名門大学を卒業しているらしく、いわゆるエリートだ。中西は社員に向かって、こんな簡単なこともできないのか？これだから高卒は。まだできていないのか？のろまだな。と言っているのが日常茶飯事だった。社員たちはパワハラまがいな言動と否定されることばかりでモチベーションが上がらないというわけだ。ちなみに今までいた課長は中西のパワハラに耐えかねてついに辞めてしまったそうだ。部下たちの間で前の課長がパワハラを受けていたのは周知の事実だった。しかし中西は前の課長が辞めたのをいいことにそれを隠蔽したようだ。そんな状態ではモチベーションが上がるはずもない。俺は課長という立場でまずは部下のやる気を出させることから始める。成果を出した部下のことを褒め、中西との間に立つ。最初は信用してくれなかったが、数ヶ月経つと部下たちがだんだんと俺を信用してくれるのが分かった。中西は俺が部下をかばうので、部下を攻撃するのが面倒になったようで、パワハラはほとんどなくなっていく。ただその分、中西からの攻撃は俺に集中した。とはいえ、俺はもうすぐ定年になる身だ。中西が将来のある部下たちを攻撃するよりいいだろう。俺は妻と二人暮らしで、妻は料理教室の先生をしている。妻がそこで長年教えているのが、俺の会社の社長の奥さんだ。いつの頃からか家族ぐるみの付き合いをしていて、俺も社長と仲良くなった。俺が転職したきっかけは、社長から声をかけてもらったからだ。もともと、俺は別の会社で働いていたのだが、社長にどうしても助けてほしいと言われて転職をした。社長は、とある部署の人間関係がうまくいっていないようだが、社長の自分には内部のことまで耳に入らないと悩んでいた。確かに、中西は世渡り上手で、目上の人間にはごまをする。そういう時だけは人当たりもいいので、部下という立場にならないと、中西の本性はわからないだろう。ある意味尊敬してしまう。俺は中西に少しでも変わってほしくて、進言を続けた。部下に責任がないことで叱責している姿を目撃したら、事実を述べて部下の言い分を主張する。部長、部下への言いがかりはやめましょうよ。このまま続けていたら、誰もついてこなくなりますよ。部下たちも俺の言葉にうなずいてくれた。しかし、中西は仕事のことではなく、俺の人格を否定してくるようになる。俺の出身は田舎で、帰省した話を部下としていて、それを中西に聞かれた時は、うわ、お前そんな田舎者だったのか。と、馬鹿にされたこともある。それに、俺は田舎出身で、働き口がなかったから、中卒で実家を出て働き始めたのだが、それを知った中西は、中卒なんて恥ずかしくて外も歩けないな。と、思いっきり見下された。今まで中卒を馬鹿にしてくる人には、何人も出会っているから、俺は今更何とも思わなかったが、一つだけ許せないことがある。それは、妻の作ってくれる弁当を馬鹿にされることだ。妻の料理は本当に美味しいし、俺の体調に合わせて弁当を作ってくれる。それなのに、弁当を持ってくるなんて外食のできない貧乏人だ。
と言ってくる。妻を馬鹿にされているようで、それだけは許せなかった。妻が作った弁当を馬鹿にするのはやめてもらえますか？他のことでは怒らない俺が、唯一中西にそう反論したので、それ以来中西はそれを面白がって、妻の弁当に対していろいろ言ってくるようになった。中西は既婚者らしいが、いつも外食で弁当を持ってきたことは一度もない。あまりにうるさいので、俺は一度だけ。部長の奥様は弁当を持たせてくれることはないんですか？外食よりも楽だし健康的ですよ。と言ったことがある。その時、中西は俺を睨んで黙った。後から聞いた話だと、中西の夫婦仲は悪く、家庭内別居状態らしい。山田課長の愛妻弁当が羨ましいんじゃないですか？と部下が言っていた。それならそれで、俺は中西より優位に立てた気がする。社長には中西のことを報告していたが、すぐに降格や首にできるような事実もないし、俺が入ったことで部下へのパワハラも減っていたから、ひとまず平穏が保たれていた。そして、ついに俺は定年退職をすることになる。課長、本当にありがとうございました。課長のおかげで仕事が楽しくなりました。部下たちが口々にそう言ってくれて、俺は涙ぐんだ。俺がいなくなっても中西が今まで通りやってくれれば、部下たちものびのび仕事ができるだろう。すると中西がやってきて、退職祝いだと食事に誘われた。俺は定年退職後、子会社の方で勤務することになっていたが、少しだけ休みをもらっている。中西と食事に行ったのは退職してから3日後だった。中西が指定したのは高級寿司屋。中に入ると中西がいて、俺は同じテーブルに着く。高級寿司屋なんだからもっといい服着てこいよ。中西は俺の服装を見てそう言った。しかし、俺もさすがに元上司に失礼があってはいけないと、一応ブランド物の服を着てきている。中西は見る目がないのか、もしくは、とにかく俺を見下したいだけなのかもしれない。中西は、お任せで、と頼んだので、俺も同じくお任せを頼んだ。俺は中西に会社の状況を聞く。とはいえ、まだ俺が辞めて3日しか経っていないので、中西は当然、特に変わりはないと言った。そういえば、お前の後に課長になったのは、俺の大学の後輩なんだ。やっぱり俺たちみたいな名門大学出身だと出世も早いよな。よくお前みたいな中卒が課長なんて務まったと思うよ。俺の後任は、他の部署から来た男性だった。聞いたことない名前だったので、どんな人なのかと思っていたが、まさか中西の後輩だったとは。あんまり学歴で人を見ない方がいいですよ。俺はそう助言したが、中西は、なんだ、中卒のひがみか？という。ちょうどその時、中西の元に寿司が運ばれてきた。高級店らしく、見栄えもいいし、美味しそうだ。中西は迷いなくそれを食べ始める。そして、すぐに俺のところにも寿司が運ばれてきた。え？俺は思わずつぶやいた。俺の目の前には大量の納豆巻きが出てきたのだ。納豆巻きは好きだけど、いくらなんでもこれはひどい。どういうことかと顔を上げると中西が笑い出した。あははは、中卒の田舎っぺは納豆巻きで十分だ。何がおかしいのか、中西は一人で笑っている。そして、貧乏舌に合うだろう。と続けた。俺はその瞬間、今まで我慢していたものが抑えられなくなる。合わないので、お前首な。そう言うと、中西は俺を見て固まる。しかし、次の瞬間、
大きく手を叩いて笑い出した。はっ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 は、何言ってるんだよ。俺は中西を睨みつける。だが中西はそんなことには構わずに続けた。お前に何の権限があるんだ。中卒の田舎っぺがこんな高級店に来れただけでも感謝しろよ。どうせ家にいても貧乏飯しか食えねえだろ。お前いつも質素な弁当を食ってたもんな。外食もできないなんてかわいそうだよ。その言葉に俺は今までよりも大きな声で、今までのお前の態度全部社長に報告している、という。中西ははぁ、と言って笑うが、俺は続ける。お前は知らなかったと思うけど、俺が転職してきたのは社長に誘われたからだ。部下からのお前の評判が悪くて内部調査を頼まれたんだよ。そこまで言うとようやく中西が黙る。俺がお前と部下の間に入ったことでパワハラの訴えをする部下はいなくなったから、お前の処遇は保留になってたんだ。でも俺がいなくなってからまだ3日なのに、また以前のように部下にパワハラを始めたらしいな。俺は退職するときに部下たちに中西がまたパワハラを始めたら俺に連絡をするように言ってあった。すると俺が退職した翌日にすでに部下から何件も連絡があったのだ。それなのに中西は認めない。はっ、平社員のザレ事だろ。上の人間が部長の俺と平社員どちらを信用すると思ってるんだ。お前だってうちの会社にいたのはたかが2年だろ。大学を卒業してすぐに入社している俺とは信用度が違うんだよ。するとその時、寿司屋の入り口が開いて一人の人物が入ってきた。中西はそれを見て青ざめる。社長。入ってきたのは社長だった。しかも手には通話中のスマホを持っている。中西が目を白黒させているので、俺は自分の横に置いてあったスマホをテーブルの上に置いた。そう言われると困るから、俺はさっき社長に電話をかけた。社長には今日お前とここで会うことを言ってある。社長も合流したいと言っていたが、少し遅れると連絡が来た。でもどうにかお前との会話を聞いてもらいたくて通話状態にしていたんだよ。だからお前の言ったことは全部筒抜けだ。中西の顔色はどんどん悪くなっていく。社長は部長の前にあるちゃんとした寿司と俺の前にある納豆巻きを見比べてため息をついた。君は役職者からの評判は悪くないんだが、部下からはパワハラだという声が上がってきている。山田君の言う通り、私がお願いして君のことを調査してもらっていたんだ。山田君が来てくれてかなり改善されたようだから、そのまま行けば対処することはないと思っていたんだが、退職した途端またパワハラを始めたんだってな。それに元部下に高級寿司屋で納豆巻きだけ出すっていうのもいかがなものだろう。社長がそう言うと中西は顔面蒼白になる。社長は続けて、パワハラの証拠もあるようだし、処分を検討させてもらう。と言うと、中西は慌てて口を開いた。違うんです、社長。俺はこいつにはめられただけで。俺が何をどうはめたというのか、思わず反論しようとすると、社長が止めた。君のことは全く信用できない。山田君には無理を言って入社してもらったんだ。これだけ優秀な社員だし、もともとは君を降格させて山田君を部長にするつもりだった。でもそれでは君の素行が見破れないと言うから、山田君には課長になってもらったんだ。
そんな。中西は肩を落とす。俺は中西に言った。お前の処分は社長に任せるとして、妻の弁当を悪く言ったことだけは謝ってほしい。俺はあんなに美味しい弁当を毎日作ってくれる妻に感謝してる。何を思って馬鹿にしてきたかは知らないが、これだけは許せないんだよ。すると社長も隣でうなずいて、ああ、それは私も同感だ。君は山田君の奥さんの料理を知らないだろうが、奥さんは料理教室の先生で、私の妻も通っているんだ。見た目からして美味しそうだろう。どうしてあの料理を見下すことができるんだ。そんなこともわからないなんて、君の目は節穴なのか。という。妻は俺の体調に合わせて弁当を作ってくれていたんだよ。味も彩りも考えてくれて、俺にとっては最高の弁当だ。お前は奥さんとうまくいってないと聞いたけど、俺が毎日愛妻弁当を持ってきているのが悔しかっただけじゃないのか。そう言うと中西は唇を噛む。どうやら図星だったようだ。俺のことは何を言われてもいいが、会ったこともない妻のことを悪く言われるのは腹が立つ。今すぐ謝ってほしい。社長も睨みを聞かせると、中西は観念したように、すみませんでした。と頭を下げた。その後、中西はパワハラが原因で平社員に降格したという。元部下たちも喜んでいて、中西が上司で亡くなったことで、またやる気を出したそうだ。俺は子会社へ移り、シニアスタッフとして働き始めた。周りのスタッフとも仲良くやっているし、役職がなくなって気楽に働いている。それから一ヶ月後、中西が退職すると社長から聞いた。中西は降格して、元部下が上司になり、パワハラをしていた部下たちと同じ立場になったことで、随分と肩身の狭い思いをしていたそうだ。部下たちからひそひそと笑われることもあり、それに耐えられなくなったという。そんなのは自業自得だ。すると、ある日、俺が仕事を終えて帰ろうとすると、声をかけられた。お前のせいだからな。振り返ると、そこには、みすぼらしい服装の中西が立っている。一瞬誰だかわからなかった。中西さん、どうしたんですか？もう上司でもないし、中西は降格しているし、呼び方に困ったので、とりあえずさん付けで呼んでおく。俺が声をかけると、中西は俺を睨みつけてくる。お前が社長に余計なことを吹き込んだから俺は降格になったんだ。俺はその言葉に反論した。俺は事実を伝えただけだ。それに、俺は何度も忠告をした。素直に俺の言葉を聞いてくれていれば、こんなことにはならなかったはずだ。それに、俺の出身地や学歴を馬鹿にしてきたように、他の部下にもそんなことばかり言って、見下してきただろう。それがすべて自分に返ってきたんじゃないか。しかし、中西は俺の言葉は聞いていない。お前のせいで、妻とは離婚になるし、家は取られて、財産も持っていかれた。相当切羽詰まっているようだ。どういうことなのかと聞いてみると、降格になった時点で奥さんは、役職もなくなったあなたと一緒にいるなんて恥ずかしいと言って、離婚を要求してきたそうだ。しかも、中西はモラハラもしていたようで、奥さんから証拠を突きつけられ、慰謝料を請求されたらしい。奥さんの要望で家を譲り、財産のほとんどを慰謝料として支払い、かろうじて安アパートに入居できたそうだ。へえ、アパートが見つかってよかったですね。
俺は今までの仕返しとばかりに嫌味を言うと、中西は真っ赤になって怒鳴り散らす。全部お前のせいだ、訴えるからな。俺はその言葉を笑う。訴える？何をどう訴えるんだ。俺は一向に構わないけど。俺は散々パワハラをされてきたし、訴え返すこともできるからな。それに田舎者だ、中卒だって言われたことも名誉毀損で訴えるぞ。そう言うと中西は顔を真っ赤にして俺に向かってきた。殴られるかと思ったが、警備員が飛んできて中西は取り押さえられる。会社の警備員が不穏な空気を察してくれていたらしい。中西がカッターナイフを出してきたので、すぐさま警察に連絡。他にも警備員が出てきてくれて、中西は駆けつけた警備員に連れて行かれた。帰ってから事の顛末を妻に話すと、呆れたように。どうしてそんなに逆上させるようなことを言うの？もっと考えて行動しなさいよ。と言われてしまった。でも、俺は妻の弁当を馬鹿にされたことをまだ根に持っていて、何か言ってやらないと気が済まなかったんだ。そう妻に伝えると、妻は笑った。妻は子会社に移った今も弁当を毎日作ってくれる。ああ、山田さん、お店の弁当みたいですね。わあ、美味しそう。と、周りのスタッフにも好評だ。さて、今日は妻の誕生日。俺には料理は作れないけど、妻が好きな店で、いつものケーキを買って帰ろう。